羽生結弦さん、語るプロローグ千秋楽1、スケーター冥利に尽きる、ご視聴ありがとうございます。早速、今日も羽生選手のファンへ、情報をご提供させていただきます。フィギュアスケート男子で、14年措置、18年平昇五輪を連覇し、今年7月にプロ転校した、羽生結弦さん、27による、単独アイスショー、プロローグの八戸公演が、5日、青森県八戸市のフラット八戸で行われた。 プロ転校後初となる東北でのアイスショー最終日でこの日がプロローグ自体の先週落全身全霊で10曲を舞いマイクを握ると涙を見せる場面もあったまた終幕後には来年2月に6日に東京ドームでアイスストーリーギフトの開催を発表公演後の一問一答は以下の通りテレビカメラの準備中疲れて死んじゃいそう本当に今日6時起きなんですよ笑いプロローグを感想して涙も見えたが とりあえず、プロとしての最初のアイスショーというのもあったので、まあとにかくプロとして、特に一番気をつけないといけないことは、怪我をするっていうことだと思っていたので、何よりも大きな怪我なく、最後までこうやって乾燥しきれたことは、本当に大きな経験になったかなと思うのと、あと、こうやって体調をちょっとずつ崩したりとか、もちろんありましたし、過度の緊張だったり、プレッシャーだったり、いろんなことありましたけど、それでも、やっぱり多くのスタッフの方に支えていただきながら、 こうやってプロとして活動していくんだなと改めて実感したのでまたこれからスポンサーの方々も含めて二人三脚で自分の力だけじゃなく頼りながらもこれからもプロとして頑張っていこうと思っています今日も満員でその光景を見てどんな感情だったか正直例えば2021年の全日本選手権でも思ったんですけど これだけの歓声だったりとか、多くの視線を浴びながら滑ることって、あとどれくらいあるんだろうっていう風に、正直思いながら、あの頃は滑っていました。ただ実際、こうやって今プロになって、それでも多くの方々に見ていただき、また視線が届かない場所でも、ライブビューイングだったりとか、テレビだったりとか、そういったところでも、たくさんの方々に見ていただいて、本当になんて言うんですかね。スケート、スケーター冥利に尽きるというか、 本当にスケートをやっていてよかったなと思える瞬間がたくさんありました。これからもなんて言うんですかね。皆さんがもし必要としてくれるなら必要とされたようなスケートを常に全力を尽くしてやっていきたいと思いますし、また心が別に離れたとしてもふと目に入った時にやっぱり羽生結弦るのスケートって良いなってほんのちょっと1秒でもいいんで思ってもらえるような演技をこれからも頑張って続けていきたいと思います。 プロローグが終わり、これから本編と言っていたが、2月にアイスショーがある。初めてスケーターとして、東京ドームでの公演ということで、正直、すごい緊張しています。ここまで来るにあたって、まずたくさんのスタッフの方々が構成を練って、また自分でもいろんな構成を考えて、そして、その中に物語をつけて、自分で書いて、ナレーションをつけて、みたいな作業を、これからもやっていくつもりなんで、あの、普通のアイスショーとは、また違って物語が主体としてあって、 その中に僕のプログラムたちがいろんな意味を持ってそこに存在しているっていう絵本のような、うん。物語を鑑賞しに来ているような、そんな感覚で見ていただけるスケートになっていると思うので、ぜひ期待していただければと思います。今日はロミオプラスジュリエットあたりからものすごく気合が入っていた。全部気合が入っていましたよ。笑い。先週楽で開放感もあったのか。いやもう最初から最後まで全力でした。 あの、やっぱり自分の中でも最後だ、ということがもちろんありましたし、ただ最後だからこそ余計最後まで体力を残しながら全力を残しきることをやっていかないといけないので、そのバランスは僕にしかわからないと思うんですけど、すごい大変なショーではありました。ただ大きな崩れもなく、やっぱり最後までジャンプをしっかり決めきれて演技できたことは、 これは競技的な観点かもしれないですけど、やっぱりちゃんとジャンプ決めて、全部ノーミスしてやれたのは、自分にとっても自信になりますし、良い演技を届けられたという達成感にもなってます。1時間半、プログラムを演じた感覚になるのか、そうですね、笑い。常に休む暇もなく、ずっと滑り続けなきゃいけないですし。あとは、プログラムによって、いろんな気持ちの整え方だったりとか、届けたいメッセージだったりとか、 いろんなことがあるので、そういう切り替えも、いろいろ大変だったは大変だったと思います。最名は、ノーミスだった。ご公演ミスなくいけるのは、アマチュア時代より技術が上がったのか、本番力が上がったのか。ああ、そうですね。正直、毎日フリーやるより、もっと大変な気持ちでやってて。もちろん4回転の数っていうことを考えたら、普通のフリーよりも、全然少ないんですけど。ちょっと待って、頭がすってなっちゃった今、苦笑い。えっと、 トリプルアクセルの回数とか、ビールマンを復活させたりとか、結構体を酷使してやっているので、そういう意味では、単純に体力がついたっていう感じはしました。ただもちろん、ちょっとでも気を抜いてしまえば、いくらでもボロボロになってしまう演目たちだったので、ちゃんと気を張ったまま、そして、1時間半、もっと言うと、練習から本番までの間も含めて、ずっと緊張したまま最後までやりきれた精神的な成長もあったのかもしれないなって、自分では評価しています。 ご視聴ありがとうございました。これからも一緒に応援していきましょうね。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。